さらに南へ開通おめでとうございます。道路が開通し、たくさんの方の生活が便利になります。私たちはいつ高速道路が開通するのか楽しみにしていました。今回開通したと聞いて嬉しい気持ちでいっぱいです。この高速道路は作業してくださった方々の苦労やたくさんの思いが込められている道路です。またこれからたくさんの方が利用するという喜びが込められている道路です。高速道路をたくさんの人が利用することによって、私たちの住むこの北郷にも活気のある地域になるという希望になります。そのためにもこの北郷から日南や宮崎を発展させていく気持ちを持っていきたいと思います。大人になってこの道路を利用することが楽しみです。感謝の気持ちを持って利用させていただきます。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。宮崎日南生き生きロード女性の会です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。宮崎日南生き生きロード女性の会は、東九州地域における高速交通網の整備促進監視、女性が自らの意思に基づいて道づくりの必要性重要性を考え行動することにより、地域社会の発展の一翼を担うことを目的に、東九州自動車道建設促進に向けた要望活動や道路植栽、地域のイベント等などボランティア活動などを行ってきました。この度念願の東九州自動車道清武南インターから
日南北郷インターへの開通、大変嬉しく思っております。東九州自動車道を活用して、私たちの団体名でもあります生き生きとした生活につながっていけばいいなと考えております。本当におめでとうございます。宮崎県トラック協会会長の牧田でございます。開通誠におめでとうございます。東九州道さらに南へ、今回の開通により宮崎市と日南市が高速道路ネットワークでつながり、物流の効率が図れることを大変嬉しく思っております。時間短縮はもとより、燃費の向上、ドライバーの負担軽減、荷痛みの減少など様々な効果があるものと期待しています。また災害時にも強い道路として、周辺の災害が発生した場合でも物流がストップすることなく行えること、さらには宮崎県トラック協会では宮崎県などの自治体と緊急輸送協定を締結し、災害発生時の支援活動を行っており、今回の開通を心強く思っているところです。産業振興や地域開発、消費生活の円滑化を図るため、トラック協会一丸となって今後も頑張ってまいります。誠におめでとうございます。宮崎大学医学部附属病院です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、当院には宮崎市からだけでなく遠方から通われる患者さんも多数おられます。清武南インターから日南北郷インターの開通により、通院時間の短縮等により患者様の負担が軽減されることを期待しております。また日南市など県内からの緊急搬送時におきましても、搬送時間の短縮により患者様の負担が軽減されるとともに、救命率の向上も期待されます。日南地域といいますと、医療機関がわりかしそんなに多くないものですから、医療機関の選択の幅が増えるというのが一つあると思います。また救急車も、海沿いとか山沿いできたらかなりかかってましたのが、これかなり短くなると思います。で、我々何よりも期待してますのは、高速の開通によりまして、ドクターカーが、医師看護師のドクターカーが県南地域へもう短時間で出ていけるという形になりますので、もっともっとつなげるんじゃないかなというふうに思っております。宮崎大学医学部附属病院は宮崎県唯一の大学病院、特定機能病院として、県民の医療の最後の砦となるべく、県民の皆様の信頼と期待に応えるよう頑張ってまいります。この度は誠におめでとうございます。道の駅南郷駅長の坂本です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、道の駅南郷は日南海岸国定公園に位置し、目の前には青い海と空が広がっています。また日本唯一のジャカランタ群生林を有し、開花時期には県内外から多くのお客様に訪れていただいております。道路の開通効果を最大限発揮できるように、道の駅南郷をどんどん PR していきたいと思います。また道の駅南郷を拠点として地域全体が活気づくよう頑張っていきたいと思います。この度は誠におめでとうございます。
道の駅酒田に駅長の延です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、東九州自動車道清滝南から日南北郷の間の開通により、宮崎市から、所有時間が短縮されることで多くの皆様が道の駅酒田にお越しくださるのを期待しております。道の駅酒田には道路利用者の休憩はもとより自然に包まれた憩いの場としてキャンプ場も併設するなど十分に自然を満喫できる施設があるとともに地域の魅力を発信する場所となっておりますのでぜひお越しください。この度は誠におめでとうございます。道の駅北郷駅長の森本です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。道の駅北郷は令和5年2月28日に登録された日南市3カ所目の道の駅で、令和5年度のオープンに向け現在工事を行っております。道の駅北郷を PR して道路の開通効果を最大限発揮し地域全体が活気づくよう頑張っていきたいと思います。東九州自動車道をご利用の際にはぜひお立ち寄りください。この度は誠におめでとうございます。宮崎市観光協会です。この度は開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。宮崎市には海外及び県外からの玄関口である宮崎空港と宮崎港があります。東九州自動車道清滝南インターから日南北郷インターの開通により宮崎へのアクセスが良くなることでたくさんの方が宮崎に来てくださることを楽しみにしています。また今回の開通は令和4年に新線が就航した宮崎港と神戸港を結ぶ宮崎カーフェリーのさらなる集客アップにもつながると思っています。私たち宮崎市観光協会は今後も宮崎市の魅力をたっぷりとお届けしてまいります。この度は誠におめでとうございます。おめでとうございます。日南市観光協会です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。日南市には宇土神宮や帯城下町など魅力的な観光地がいっぱいあります。プロスポーツのキャンプ地としても有名でたくさんの観光客の方々に来ていただいています。東九州自動車道清武南インターから日南北郷インターの開通でさらにたくさんの方々に来ていただけるんじゃないかなと期待しています。また今回の開通は油津港に寄港するクルーズ船の周遊観光にもつながると思います。今後回復が見込まれるクルーズツアーにも役立つものだと思っています。日南市観光協会では今後も魅力いっぱいの日南市をじゃんじゃん PR できるよう頑張ってまいります。この度は誠におめでとうございます。JA 宮崎県経済連です。今回の開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。宮崎県経済連としましても今回の開通によりまして2024年度問題もありますけれども農産物畜産物
輸送が近くになるということで大消費地に届けるのがますますスムーズにいくんじゃないかなというふうに思っております。これを機にですね、県南の農業が発展すれば素晴らしいことになるというふうに思います。さらに南へ伸びて志布志道につないでほしいです。よろしくお願いします。この度は誠におめでとうございます。西南市漁業協同組合です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。日南市は近海カツオ一本釣りの漁獲量全国一を誇っております。また帯林業と結びつき、カツオ資源を守ることを優先した伝統漁業は日本農業遺産にも認定されております。漁獲量のうち約4割は九州外に出荷しています。清武南 IC 日南北郷 IC の開通に伴い、効率的な配送の実現や輸送時間の短縮により鮮度を保ったまま出荷できることから、価格の安定化や出荷の拡大も期待できます。今後も海洋資源汚染をしながら水産業の発展に向け頑張っていきたいと思います。この度は誠にありがとうございます。宮崎県森林組合連合会です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。宮崎県は杉丸太生産量31年連続日本一を誇り、県内全域で林業が盛んな地域となっています。県内8つの森林組合を会員に持つ森林組合連合会では、8つの原木市場や流通センターを直営し、国内はもとより志布志港から海外への輸出も盛んに行っています。清武南インターチェンジから日南北郷インターチェンジが開通することにより、原木輸送時間の短縮や走行性安全性の向上などさまざまな効果が見込まれ、林業のさらなる振興に期待しています。全国有数の林業圏である宮崎県のさらなる発展のため、森林組合連合会一丸となって今後も頑張っていきます。この度は誠におめでとうございます。宮崎県商工会議所連合会会頭の明良光則であります。開通本当におめでとうございます。東九州道さらに南へ、我々の命の道が出来上がりました。嬉しくて本当に新聞を読むのも報道を見るのもワクワクしながら頑張っております。皆様方のお気持ちが、国県市町村の思いをここまで具現化し、いろんな形で助けていただきましたことにつきましては、心から御礼と同時に一生懸命させていただきたいと思います。アフターコロナを見据えた経済対策のほか、激甚災害に備えたインフラとしても東九州自動車道は重要であり、今回の開通は本当に嬉しく思います。この度は
誠におめでとうございます。助かりました。広島東洋カープのケムナ誠です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、出身地である日南市まで高速道路がつながること、大変嬉しく思います。高速道路がつながることで日南市がますます発展するのではないかと期待しています。キャンプ地にも短い時間で来られるようになりますし、観光やグルメなど魅力いっぱいですので、ぜひ日南市へお越しください。これからも皆さんに希望を与えられるような選手になれるよう頑張っていきます。この度は誠におめでとうございます。オリックスバファローズの山本由伸です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、僕が高校3年間を過ごした第二の故郷宮崎県がますます発展していくこと、嬉しく思います。オリックスバファローズは清武南インターの近くにある宮崎市清武総合運動公園でキャンプを行っているので、東九州自動車道を利用して、さらに多くの方にキャンプにお越しいただければと思います。これからも皆さんに心から応援していただける選手になれるよう頑張っていきます。この度は誠におめでとうございます。日南市長の高橋徹でございます。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ、いよいよ離岸でありました東九州自動車道清武南から日南北郷間の開通が3月25日に決まりました。開通します。思えば平成21年だったと思いますけども、一旦吉野本トンネルの工事が中断した時もあったんです。で、再開をした頃にはですね、ちょうど10年ぐらい前になるんですけども、北の方では開通が相次いでまして、もう数年後には北九州市までつながるという、そういう盛り上がっていた時に、まだ吉野本トンネルの工事の土音は聞こえてなかったんです。私も非常に当時県警委員をしてまして、悔しい思いをした記憶が蘇ってまいります。もうそういう中でも、この日南市民一人一人が諦めずに、早期促進、開通を目指して、取り組みを進めてきました。決起大会も何回もしました。要望活動も何回も行いました。その結果が、この3月25日の開通につながったものと、大変嬉しく感激をするところであります。この開通によって、宮崎市と高速道路でつながって、北九州市と340キロが結ばれる、そういう高速乗車道の開通でありますから、相当の時間短縮が期待されます。人、物、金の流れが活発化して、この日南市がさらに飛躍する、そういう要素をいただくものと思っております。北五道の駅も今年の秋にはオープンをすることになっております。そこには九州最大級と言われるインクルーシブの遊具施設も兼ね備えておりますので、子どもから高齢者まで集える、そういう施設をオープンいたしますので、多くの方々に市外からおいでくださるものと期待をしております。観光資源もたくさんございますので、そこをもっと磨き上げをして、今後日南市から訪れるだろうお客様のおもてなしに向けて、日南市民一丸となって取り組んでまいります。さらに
福島志布志へと東九州道全線開通に向けて、私たちもこの日南市民一丸となって運動を展開してまいりますので、力を合わせて県民の悲願課題ということで共有をして今後運動を進めてまいりますので、東九州道さらに南へ頑張ってまいります。今後ともよろしくお願いいたします。こんにちは、宮崎市長の清山智則です。開通おめでとうございます。東九州道さらに南へ。令和5年3月25日に東九州自動車道清武南から日南北号間がついに開通になります。この区間については、事業化してから24年、工事着工して17年が経過しており、ようやく宮崎市と日南市が高速道路でつながるということで、大変嬉しく思っております。今回の開通区間につきましては、山間部を通るルートでトンネルが12箇所、橋梁が14橋存在するなど、とても困難な現場であり、国土交通省及び工事関係者の皆様には改めて感謝を申し上げます。その他、災害時や救急医療の分野においても大きな整備効果が見込めます。今回の開通区間に並行する国道220号では、大雨が降ると事前通行規制がかけられ、過去に何度も土砂災害が発生しています。令和3年度にも約1ヶ月の通行止めを伴う災害が発生し、地元の学生の通学にも影響が出たところです。国道220号と東九州道のダブルネットワークが構築されることで、災害時や救急搬送の際の命の道として機能していくことが期待されています。観光面におきましても、宮崎日南では多くのプロスポーツチームがキャンプを行っており、漁師間の移動時間が短縮されることで、さまざまなタイアップ企画なども期待できるのではないかと考えております。宮崎市においては、今年度宮崎から神戸をつなぐカーフェリーも新しくなりましたので、県内外の皆様が活用する機会も増えていくと期待しているところです。なお、清武南日南北号間は無料区間となっていますので、開通後は県南地区から清武地域に流入する人の流れも増えると想定されています。清武地域の皆様と意見交換を行いながら、高速道路開通によるストック効果を最大限発揮できるように頑張っていきたいと考えております。今後は未開通区間が存在する日南、串間、志布志市などの関係自治体や市民の皆様と協力して、東九州自動車道の全線開通に向け精一杯取り組んでまいります。宮崎県知事の河野俊二です。開通誠におめでとうございます。東九州道さらに南へ。東九州自動車道清武南日南北号間の開通、誠におめでとうございます。そしてありがとうございます。平成10年度に事業化されて以来、待ちました、待ってようやく実現をしたこの高速道路の完成、本当に嬉しく思います。ご尽力をいただきました国土交通省をはじめ、お力添えをいただきましたすべての皆様に心からの感謝を申し上げます。日南市で半世紀以上にわたってキャンプをしていただいている広島東洋カープ、そのカープの松田オーナーは私の高校の先輩です。お会いするたびに、お前早く高速道路作らんかといつも責められておりましたが、ようやく完成をして、先輩できましたよと胸を張って報告することができます。広島カープのファンも西武ライオンズのファンも、これで日南に来やすくなりますし、こうしたスポーツのみならず観光、経済交流、さらには防災、医療、日南市から北九州市まで
一本の高速道路で結ばれることによって大きな大きな効果がもたらされます。歴史的な日を迎えて本当に嬉しく思っております。でもこれはゴールではないんですね。日南高校の宮田香奈さんが力強い字で書いていただいたように、東九州道さらに南へ。我々は今日迎えたことを、そのお祝いの気持ちを共有するとともに、でもまだまだミッシングリンクがある、さらに事業を南へ進めていかなくてはならない、一日も早く全線開通を目指すんだと、その思いを心一つに共有してさらに頑張ってまいりましょう。東九州道の一日も早い全線開通を目指すこと、そのことを皆様にお誓いをし、そして今日のところは日南市までの開通を心からのお祝いと感謝を申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございます。